あれ私もついに念願の新築マンション、綺麗なお部屋で飲む一杯は、いや至福だな。しっとりしてます。愛する夫と出会ってここまで来るまで、あれ、あ長かった、うん、日頃の私の頑張りに乾杯。あれ夫いるっけ。ただいま。あれ、疲れたよ。おかえり、早かったね。ゆみご飯できてる。あ、こんなに早く帰ってくると思わなかったから、夕飯って和食派洋食派。今日はイタリアンな気持ちなんですけど。あ、イタリアンか。材料とかちゃんとあったかな。ゆみ、そろそろマンションの話をさせてもらってもいいですかね。お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。理想の新婚生活を演じてしまうほど素敵なこちらのお部屋。今日は金沢市彦佐町にありますビルの5階、全国で新築分譲マンションを手掛けるタカラレーベンのザ・レーベン金沢大手門ガレリアグランのマンションギャラリーに来ています。はい、新築さんでも楽しめるマンションということですね。はい、はい、そうなんです、うん、ここからは私の夫役を心よく引き受けてくださいました優しい湯浅さんと一緒にお伝えしていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今年もお願いします。お願いします。さあ、こちらのマンションとっても素敵なんですが、こう広さや部屋数改めて教えてください。はい、だいたいですね50平米から100平米台まで用意させてもらってまして、 2LDK から 4LDK までございますので、はい、だいたいの方が住めるんじゃないかなと思います、はい、かなり広いですよね、はい、で私たちが今いるこちらのお部屋も 2LDK ということなんですが、本当にこう開放感がありますよね。そうですね、もうこれを待ってました、これを見たかったっていうお客様がやっぱり多いですね、はい、皆さんからもこう納得の声が聞かれるわけですね。嬉しい限りです、はい、こちらのマンションまだまだこだわりポイントたくさんあるということですので、一つずつ見ていきましょうか。お願いします、はい、ご案内します。はい、お願いします。お願いします。いやもう本当にね、室内とってもおしゃれなんですよね、うん、はい、まずは洗面所とお風呂場ですね。こちらもすごくおしゃれで何より広いですよ ね、はい、やっぱ広いっていいじゃないですか。いいです、ね、気分が明るくなりますよね。明るくなりますね、はい、で中にはどんなこだわりがあるんですか。はい、浴槽部分にはマイクロバブルトルネードというものがありまして、毛穴の汚れやあと落とせるものと、あとは半身浴効果なんかもあるので、尾崎さん好きそうですね。お、さすがよくわかってるじゃないですか。、はい、マイクロバブル気持ちがいいじゃないですか。それを自宅でこう楽しめるってのは嬉しいですよね。はい、後でご商談させていただければと。営業をしようとしてるんですね。考えておきます。、はい、さあ、そして上を見るとシャワーヘッドも不思議な形をしていますね。はい、あれも宝のミラブルシャワーというものですので、化粧の持ちが良くなったや、あとは黒ずみがなくなったみたいなお客様も多いの で、これも女性に匹敵ですね、はい、おー、湯浅さん、私ますます綺麗になっちゃいます。いいんじゃないでしょうか。いいですね。出てくるいいと思います。こだわりあるんですか。そうですね、出てくる水、蛇口すべてひねったところのものはもうすべてナチュラルウォーターが出るシステムとなっておりますので、すべて標準でやらせてもらってます。いや本当に至れり尽くせり、とっても素敵なお風呂場になっていますね、はい、楽しんでほしいですね、今度の会は。では続いてのお部屋も見ていきましょうか。お隣行きましょう。はい、寝室になります。はい、失礼します、はい、おー、またとっても可愛らしい華やかな寝室になっていますが、はい、私早速気づいちゃいました。来る時に段差が全くなかったです。素晴らしいです。これもポイントの一つで、バリアフリー設計になっておりますので、やはり購入者さんで足が悪い、杖をついているのお客様がやっぱり多いですかね、はい、どの世代の方が住んでも快適に過ごせるということなんですね。そうですね、もう任せてください、うん、はい、そして寝室のこう奥を見ると、はい、これはウォークインクローゼットですか。収納もたっぷりですね。そうですね、この広さをね見てもらったら分かるんですけど、尾崎さん小柄なのでもしかしたらここで寝れちゃうかもしれないですね。ここで寝る、まあ私床で寝ることもあるのでありかもしれないですね。そして奥さんのお洋服やご主人のお洋服もたっぷりと収納することができます。いや本当に便利ですね。そうですね、これが夫婦円満の秘訣なんじゃないですか。クローゼットに夫婦円満の秘訣詰まっているかもしれません。では奥の部屋も見に行きましょう、はい、どうぞこちらになります、はい、あ、こちらは書斎ですね。またかっこいい雰囲気ですね。そうですね、本来は収納があるんですけど、お客様によってはこのようにバーカウンターのオプションなんかもされて、尾崎さんはお酒好きそうなんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。あ、すごい私のこと知り尽くしてますね。とっても素敵です。ね、こちらでリモートワークをして、まあ奥にこうバーカウンターもそれぞれの好みに合わせてオプションつけられるのも嬉しいですよね。そうですね、はい、では玄関の方から外に出てみましょう、はい、
こちらの玄関も、まあ、段差低めですし過ごしやすそうですね。そうですね、幅があるので車椅子も通れますね、うん、さあそして外に出ましょう。中のお部屋もすごく快適でしたが、マンションの外にもこだわりポイントっていうのはあるんですか？はい、もちろんです。例えばシャッターゲート付きの、駐車場だったり、あとはやっぱりそうですね、 EV スタンドがあるので、あの電気自動車も置いてもらって構いません、外にも快適に過ごせるポイントが満載ですね、はい。さあそんなザ・レーベン金沢大手門ガレリアグランですが、金沢の中心部に位置しているんですよね。はい、もうバスでも車でも徒歩でも、もう何でも揃うので困ることはないと思います、うん、それぞれこう名所にも徒歩圏内で行けちゃうという快適な場所に位置していますね。そうですね、歴史を感じながら、あの旅行なんかもこの駅を使って行っていただければ嬉しいですね、うんうん、そうですね。いや岩佐さん、私たち2人の未来も安泰ですね。安泰ですね。ちょっと不穏な空気が漂いましたが、さあ今日は魅力が満載のザ・レーベン金沢大手門ガレリアグランの魅力、岩佐さんとともにたっぷりとお伝えしました。ここまでお出かけ中継でした。いや、スタッフの湯浅さんと小沢ちゃんの関係性がわからない。そうですね、うん、だいぶ仲良しな感じでしたけど、憧れがいっぱい詰まってましたね、湯浅さんに対して、はい、でも本当素敵でしたね。そうですね、夢の新婚生活がね、はい、こう素晴らしく彩られそうなマンションだなと思いました、はい、どんなところ気になりましたか？やっぱラグジュアリーなあの空間ですか、うんうん、ちょっと非日常を忘れさせてくれる、これですよ。リビングが広い、ね、でオプションによっては、うん、バーも部屋として使えるとか、うん、なんかいろいろお好みで変化できるっていうのがいいですね、はい、ね、沼ちゃんイタリアン作ってるんじゃないですか？作ってますね。しかもこのオープニングキッチンっていうんですか、顔を見ながら、オープンキッチン、顔を見ながら料理できるっていうのも嬉しいポイントですね、うん、本当ですよね、まあ、こちらあの小沢ちゃんがいたところは金沢市の彦祖町のモデルルームということで、うん、まずはモデルルームにね、はい、行っていただきたいと思います、はい、以上お出かけ中継でした。